皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯、今日は夏休み特別企画、皆様にお届けしたいと思います。ということでございましてですね、ワインで乾杯は日頃はですね、日頃世代の方に向けたクスッと笑える企画を考えていつも皆様に動画配信してるんですけれども、はい、年に一度だけこの夏休みの期間にですね、子供たちに向けた企画を考えて動画を配信させていただいているんですね、はい、それがこの夏休み特別企画でございます。去年は何をやったんでしたっけ。ですけ去年はね、はい、アッキーの飛びたいという夢を叶えましたよね。飛びたい、はい、叶えましたね。みんなで単管パイプを担いで、あ、灼熱の熊谷で暑かったね。超低空飛行、低空飛行でね、肩がね行きそうになりながら限界だったから担ぎましたね、はい。まあ、まだ見てないという方はぜひご覧になっていただきたい。一昨年は何やったんでしたっけ。一昨年はあれですよ、印旛沼のポニョ。うわー懐かしい、ね、撮りましたね、あのポンポン船。そう、ワインで乾杯技術統括部長をはじめとする技術部隊総出で、ね、大人も乗れる大きさのね。そう、あれ制作時間かなりかけて、すごいかった。設計図まで公開してますんでね、うん、あれ真似してくれてる人いたら嬉しいんですけどね。そうだね、まあ、なかなかできないかもしれないんですけど。そうですね、ぜひやっていただきたい。壮大なプロジェクトでした、ポニョのあの名シーンね。はい、うん、知らない、あ、知らった、知らん。まだ見てないという方ぜひご覧になってみてください。ということで早くも3回目ですよ。はい、今年どんな企画を皆さんにお届けしましょうか。じゃあ今年はさ、はい、私デスクの夢を叶えてもらっていいかな。もちろんですよ。ありがとうございます。俺の夢はね、はい、志村けんのようにスイカを食べる。おー、なんか現実的だけどね。やってみたいんだあれ。でも実は、うん、相当志村けん鍛錬してますよ。ん、鍛錬、うんうん、練習に練習を重ねて、まあそうだね、まあ、何もなかったかのようにパパパパってすごいっすよ、こぼさずに、うん、僕分かるんですよ、難しさ、うん、それこそ夏休みですよ、僕まだ多分小学校低学年ぐらいだったと思うんですけど、うん、お兄ちゃんと一緒にスイカの早食いを一緒に練習したんですよ、はいはいはい、できるんじゃねって言って、そしたら結構難しくて、もう全然できないんですよ、うん、うちの兄貴なんか練習しすぎて前歯がぶっ飛んでましたからね。だからデスク相当頑張んないと、あれは、まあ、確かに夢かも。志村けん多分、いやいやいや、吸ってる、頑張る、吸ってる。もうほら俺たち大人だから、はい、結構簡単にできると思うんだ。でも吸う力相当ですよ、志村けんこう噛んでないですもんね吸い込む、うん、舐めてかかんない方がいいと思う。小山さん、もしかして、はい、サンタクロースってまだいるって思ってるタイプ。サンタクロースはお父さん、こっから先は、はい、サンタクロースはいるんだよ、教えてるご家庭はもう見ないでください。え、なんでですか。夢を壊すといけないから、ね、なんで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 、いいじゃん別にみんなに見てもらえば。サンタクロースはお父さんなんです、うん、何が欲しいですかってちゃんと言ってる家庭は別にいいですよ、うん、この先も見てもらってね、うん、いやいやいや、うん、皆さんに見てもらえたらいいでしょ普通に、うん、なんでサンタクロースも、うん、別に、え、ちょっと言ってみれば意味わからないんですよ。あ、じゃあまあそんな説明してても大変だから、うんうん、はい、早速やっていこうか。わかりました。はい、ではスイカを用意しました。うわー、デスク準備早いですね。おいしそう、これおいしそうだね。練習かなりね、影練すか、結構かなり影練しないと無理ですよ。影練とか、うわー、デスクかなり胸厚なんですけど、何すかこれ。いや、何すかじゃない、え、おいしそうだね。いくよ、3、2、1。何だろうね。いやー無理っすよ。え、早っ、早っ、早くねえっすか。まだ食べる、まだ食べてんの。いやだってそれは早いでしょうね。いやー早い、早いよ、すごいね、すごいっしょ。でもこれ まずくねえっすか、これ放送しちゃっていいっすかこれ。え、問題ないでしょ。うわ、ちょっとショックなんですけど、こういうことだったってこと。いや、これをさ、例えばこれからみんな夏休みでおばあちゃんの家とかに入った時にさ、はい、いとことか来てたらこれを披露してあげれば、
めっちゃウケるよ。まあ確かに一元にはなりますけどね、うん、でも例えばおばあちゃんにこれすぐ食べれたら1万円お小遣いちょうだいとか言ってそういうことやっちゃダメだよ。悪用しちゃダメだよ。うわーマジかー、ちょっとショックですわ。え、なんでショックを受けてるんだ。よくわかんない。いやこれ映さない方がいいんじゃないですか。そう、はい、いいんだよ。今この動画を見てるのはサンタクロースはお父さんですって分かってる家庭の人しか見てないから。そうだ、ね、でもさ、でもさ、でもさ、考え方によったらさ、サンタクロースはこう思う親の心の中にいるんですよ、ちゃんと。わかります？いいんですか、いいんですか、かっこいいこと。こういうとこね、うん、かっこいいとこ、こういうこと言ってる感じはするんだけど。いやもう、いるんですよ。いいよいいよ、D、マジでいいよ。いや、大変だったよ、準備。これ、わかります？これ横から映してみて、これほらこんなこれペラペラ感、綺麗に削ったね、これ。よし、最後に煮込みもいっちゃうよ。マジっすか。俺いっちゃうよ。ちょっと追いつきますよ、僕。いくよ、はい、せーの。まだまだ狂わんないよ。おごい、もう行くよ。それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。